はい、皆さんおはようございます。はい、メイクで笑顔になる人を増やそうの時間でございます。一応ですね、テーマとしてはコロナ禍でのメイクということで、書かせていただいたんですけど、本当にいろんなお客様と話してて ね、ここ最近、もう1年以上になるんでしょうか、もうマスクねずっと手放せない、そうするとマスクをすることによっては弊害というものが皆さんあって、女性の皆さん特にね、本当に、なんか肌がもうガサガサになってね、ピンセットでこの肌をこう取れるような感じ、角質をこうピンセットで取れるぐらいこうガサガサになってですね、悩んでる方もやっぱりいらっしゃると。特に医療関係の方々なんかはもう仕事中全く取れない、僕らやったらこのお客様いてなくなったらこんな感じで外したりしながらやってますけども、特にこうオンラインだったらね、そのままマスクいりませんからやってますけど、そういう本当に、リアルに、人とね対応しているお客様というか、その仕事をされている女性の方は本当にこういうところがちょっとアトピーみたいになったりですね、本当に、上下で、色が違うぐらいになったりということになったりしてます。でそんな中で、仕事の休みの日ぐらいは、休めるということでマスクを取って、メイクもしないということが続いているらしいんですね。そうなってきますと、じゃあ、メイクというものは実際どうなんだと。メイクも本当に必要ないんじゃないかということになってきます。確かに、もう本当にマスク半分してたら、下はしない方がね、いいかもわかりません。でも僕はね、お伝えしてるのは、そのメイクというものの概念を、皆さんはファンデーションもメイクと思ってるかわかりませんけど、僕はスキンケアもメイクと思ってます。メイクアップっていうのは、洗顔から始まって全部すべてのね、皮膚を、いかにこの、自分に、ご褒美をあげてですね、元気にしていくかっていうのは、これメイクアップっていう僕の一つの、概念なんですね。だから、スキンケアとかいうものをきちっとしてですね、ここの、マスクを普段やってるところをいかにそのケアをしてあげるかっていう考えも実はメイクアップなんです。でそういう部分ではリップも塗ってないけども、最近リップを口紅も塗ってない人が多いから、口紅売れないと、こういうふうに言う、メーカーのさんの方も困ってますけども、逆にそしたらリップのクリームとか美容液とかそういうリップケアをするものに、特化してですね、強調するというか、そこをね、そういう時間を増やすということが非常に大事かなと思ったりしてるわけですね。いうことで、まずね、僕今日ちょっとコロナ禍でのそのメイクという意味で、お家でですね、ちょっと楽しもうと、うちの家内もさっきですね、ちょっとライブ配信してやってましたけども、家内って言ったかな、奥さん、いや神さんっていう、なんて言うだろう、そういう、ライブ配信でもやってたんですけど、自分のために楽しむ時代ということでね、自分にとにかくご褒美をあげて、自分の、テンションが上がることをやっていくということ。だから、人にどう見られてるかということに、あまりこう、固執せずにですね、自分がどう思うかということに楽しみを見つけるということで、話をしてましたけども、まさしくそうやなと思いまして、メイクアップなんかは、特にこれから職場に出ることが少なくなって、家でオンラインでやってるから、もういいかなと。人の前にあんま出へんし、マスクしてるから、もうメイクはいいっていう考えももちろんあります。楽やなっていう人もいてます。楽ちんやな。それがですね、実は、どんどん、そのままでずっと行くと、それが普通になってくる。じゃあもう何でもいいわっていう形になってですね、着る服も何でもいいわ、髪も何でもいいわっていう風になってしまいがちなんですが、ここがね、大事なポイントになってくると思うんですよね。これは何かっていうと、僕がこういうの、このパレットはですね、いろんなリップスティックをもちろん購入して試したりやって使っていったら残っていくじゃないですか。その残っていったリップをこういうスパチュラで取ったりですね、スパチュラで取ったり、こういうのなかったらコーヒーをこう混ぜるようなちっちゃいスパチュラありますよね、プラスチックの。そういうものでこうほじくり出しながら、でほじくったものを、要はそのコーヒースプーンにちょっと取ってですね、でそのコーヒースプーンをちょっとこうコンロで温めるんです、こうして、はい、で温めるともうここがとろーっとなって溶けますんで、溶けたものをこういう風な入れ物にシュッシュッシュッとこう入れていくわけです。で
これを入れると、これはまあプロの方はね、プロのアーティストはみんなやってるんですけど、一般の方はね、知ってる人は知ってるか分かりませんが、まあ、知らないっていう体でやってますんで、そうするとね、こうやって今まで残っててもうちょっとしかないからって彫ってたリップの色をいろいろ並べていって研究できるんですよ。ちょっとした微妙な色の違いが分かります、残ってるもので。もしくはその極端な色のバリエーションを、間をこうやってミックスして混ぜながらですね、自分の好きな色を作ったり、やっていくと。そうするとですね、リップが途中で彫らなくても済むというね、経済的な、あれもありますし、自分でこの色を研究する力っていうのはついてくる。ちょっとしたこと、見た目と塗った時の色が全然違いますからね。まあ、そういうのをこういうパレットに乗っけてですね、練習をする、お家で、楽しむ。朝からメイクするあれがなかったら、夜にですね、そういうの夜な夜なやって作って、そして口紅塗って今のうちに練習してみる。で、特に、こういうオンラインとか、それからですね、まあ、最近クラブハウスっていうのが出て、音声だけでやってるから、また余計にそういう顔を作らんでよわって、ラッキーっていうね、要は配信する側からするとハードルが低くていいわっていう人もいてますよね。確かにそうです。でもそれで本当にいいのかって考えたときに、ハードルが低いからいいっていうのはもちろんそれもあるんだけど、でも逆にハードル高いから頑張ってやって、こういうふうにしてリップ作って、顔を作って、メイクをして、ヘアメイクをして、それから堂々とこういうライブ配信をするというね、こういう人があればですね、やっぱりそっち側が好きな人にはそっち側に流れるわけですよね。だからやっぱりそういう部分では、人と同じことをしない、僕はいつも言うんですけど、人がこっちが流れた、もう今ハードルが低いからこっち側に行こう、川田さんと楽に、オンライン飲み会でも楽にできるわって、それももちろん分かりますね。だけどそうでないって言った時に、いかに自分がそれを意識してですね、顔をきちっと作って、世の中の人に見てもらう努力をしてるかによって、やっぱり差が出てくると思いますね。今はリップのことをやりましたけど、まあ、僕もね、朝やってることをちょっとね、今日は実演ということで、もう前にも何回もありますけど、このこういうグレイシアというものを使って、常にですね、こういうところにちょっとのっけて、ちょっとこう軽くつけるわけです。この毛に沿って軽くこうつけていきます。これだけでですね、まあなんていう、もともとこう毛が薄い方とか、毛があまりない方、もしくはそのちょっとこう白髪が出てきたとか、毛が細い方、毛が量が多い方は、こういう色味、こういうブローマニキュアって言って、ちょっと薄めのね、茶色の色をこうつけたら、逆にこうソフトになりますし、まずちょっとね、軽くこうつけていく。これ今皆さんに見てもらうために、ちょっと濃いめにつけていきますけど、こうつけていくと、しっかりとやっぱり骨格輪郭がはっきりするでしょ。男性の方はこう三角眉って言って、ここが眉山のあたりが一番濃くなるんですけど、まあ、これはこれでですね、立派な眉やなというふうに思われていいと思いますね。で、こういう生え際のところの、この57にもなられたら、そら白髪の1本も2本出てきますわね。で、そんな時に、あ、老けたなって自分で思わずに、まあそれはそんだけ頑張ってきたんやなというふうにね、自分にご褒美をあげながらですね、その分をこういうところにちょっとつけてあげるということで、常に僕の顔を見ながらですね、今日頑張ってきましたなというふうにして、こう肯定的、自己肯定感を自分の中に持ちながら、マッサージしたりですね、頭皮マッサージしたりやるわけです。はい。で、これでちょっとこうつけただけでですね、だいぶ感じが変わって、これ、ここはね、これ白髪と違って、これハイライトっていうのを入れてもらってですね、ハイライト。はい。わかりますかね、こういうちょっと色をね、ハイライト。まあ、こういうのをやりながらですね、楽しんでるわけです。で、ちょっとこう色をある程度つけましたらですね、まあ、こういうペンで、眉ペンで、これ、どんな風に見えてるのかな。まあ、僕はこの山、男の人はこの山が結構しっかりあるので、この山、大事なのがね、この上のラインってある、わかりますかね。まあ、一応基本的に、描き方としては、山から、この山からこの下にこう描いていくときに、目のカーブに、だいたい平行からちょっと上ぐらいにつけます。で、その時に、ちょっと皮膚を引っ張ってあげると、まあ、タッチ的にはつきやすい。わかりますかね。ちょっと濃いめに描いておきましょう。そして今度はこちら側からこう変えていきます。眉頭に向かって入れていく。
僕の場合眉頭がちょっと細いんですね。だからちょっとここの部分を下に入れて、それからこの上のライン、眉のこの上のライン、ここをちょっと丸みを持たして整えます。わかりますかね。こういう風にして、これ今ちょっと僕太めに描いてますけど、ここが大事ですよっていうポイントなので描いていきます。こうです。そうするとさっきよりがだいぶ立派な 長みになったのがわかりますね。そして眉頭に向かうラインのここの部分とこちら側を今度合わせていきます。こちら今度は逆にここが短くなりましたね。そうするとここをこう引っ張って眉尻に向かうライン、眉尻ですね、眉尻に向かうラインをちょっと目尻のライン平行よりかやや少し上気味を少し意識してちょっと引っ張っていく感じ。はい。そしてこのライン、このペンを今度はこっち側に返しますね。こちら。で、僕ちょっと今毛が 長めに残してるんで毛が引っかかりますんで、そういう時はちょっとこういう毛を中に入れて、ちょ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 っと、こちらもちょちょちょっと中を埋める感じで、まあ、女性の場合だったらパウダーを埋めるって感じでいいと思います。そしてこの上を整えます。上ですね、上を整えて眉頭に向かうラインをこういうふうに落とし込んでいく感じです。今ちょっとまだ乾いてないうちにやったからね、ちょっと照りつくわ。さっきのあのマニキュアがつきます。こういう感じです。まあ、こんな風にしてあのお家でですね、ある程度極端に練習したらいいんです。で、ある程度極端に練習して大胆かつ繊細な部分をバランスを取るのがメイクの楽しみなので、やっぱり大変身するようなメイクをしてる人はちょっとその逆に繊細にここで止めとこうということも分かってきますからね。やっぱりメイクが上手になるということはこういういろいろ試してみるということが非常に大事ですよね。ということで分かりますかね。はい、そうすると、例えばそうするとですよ、あの結婚式とかパーティーとか、着物を着るときとか普通のカジュアルのときによってメイクを変えれる、バランスを自分で取っていけるということですね。はい、まあ、こんな感じでどうでしょう。だいぶ太くなりましたけど、まあ、しっかりなりましたね。だから女性の方もですね、まあ、ここから下、特にですね、マスクをした時にマスクをしてしまうとこのマスクの色がすごく真っ白になるので、この白さとこの上の皮膚と色がですね、対照的にものすごく、メリハリがつきます。ということはどういうことかというと、そういう時はあまり眉を濃いめにすると眉だけが浮いて見えます。こういうのね、全然違うでしょ、対照的な。だから、普通だったらこれを取ってる方だったら眉をちょっと太めにか、強めに描いてもリップの色とかチークの色で うまくバランスが取れるということなんです。だから、コロナで、ご自身がマスクをして1日過ごすのか、それかお家でオンラインで、オンラインで仕事をして、それから、そういうオンラインで自分を見てもらう、覚えてもらうために、差別化するためにするんだったら、もちろんこうマスクいりませんから。ということはマスクのいらないメイクをきちっとお家でやっていく、このメリハリがですね、実は大事じゃないかということを、このコロナ禍の問題の中でメイクアップっていうことを今日は話したかったわけですよ。僕今ジェイマンメイクアップ研究会という Facebook のページでもライブ配信を担当させていただいてですね、そのネットワークの理事をさせていただいてまして、そこでも配信したときに、その山口東子先生というメイクアーティストの方が言ってましたけども、この耳をね、ここですね、耳をちょっと後ろ斜め45度にこういうふうにこれもう本当に一回やってみてください。パン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 とこう後ろに何回かやるだけですごく血行良くなります。で、こうすることによって何があるか、こう両方やってもらってます。そうすると気持ちいいんですよこれ頭皮マッサージもそうですね。シャンプーしてる時に頭皮をこうマッサージする、よく美容室行ってシャンプーしてる時もマッサージされるでしょ。こうしてキュッキュッキュッと、で、これをお家でシャンプーするときに頭皮をマッサージをしながらトリートメントするときにやるとか、それからちょっとことがあるごとに、これからオンライン出るとか人に会うときにこれをちょっとするこれをする、
これね、てきめんね、これほんまにこの間からやってるんですけどね、すごい血行良くなるんで、もう後ろ背中が熱くなってきて汗出てきますよ。でこうして顔もともとむくんでるけど、ここちょっとこうね、ちょっとフェイスライン上がるんですよ。はい、ほんまにすっきりしてきます。この一回この耳のね、このマッサージで頭皮マッサージやってみてください。でまあ僕らもフェイスマッサージって言って顔つぼマッサージとかもやってたんですけど、リンパ流すっていう時にはここのここですね、ここの部分をグッとちょっと押さえ込んでしばらく押さえて緩めて、グッと押さえて緩めて、それからここをこの小鼻ですね、ここの部分を押さえながら、これ見ながらやって、こう小鼻のここへギュッと押さえます。で押さえたら今度ここの口角じゃないほうれい線のところをこう上上げながらそして後ろに通して、ここからぐーっと下ろしていく、リンパに流していく、スッと。これあまりこうなんてすらないようにゆっくりとクリームなんか塗りながらやっていくと、本当にね一瞬でこれキュッとありますから、はい、でここのこめかみもね、こういうところもちょっとグッと押さえる、ギュッと、これだけでね、ここにキュッと、これさっきの耳を上上げると同じ効果ですけどね、こうグッと上げるだけでここスッとスッキリしますよね。これものの本当に何十秒かでもね、感じが変わりますからね。一緒にね、またこれ、アーカイブも残しておくんで、皆さんねぜひ見てください。はい、僕はもともとね、本当に顔がの面積大きいんでね、うちのかみさんの2倍あるんでね、もともと顔大きいし、でお酒を飲んだらすぐにむくむしね、まあ今日も早朝から仕事あったんでむくみながら来ましたけども、まあこうやってちょっとずつですねやると、本当に、見た感じがイメージが変わってきますから、ぜひね、こういうこともやってください。はい、こういう、僕の本を持ってる方の限定で、集客力とか稼ぐ力をつけるメイクコンサルというのを、始めておりまして、順繰りになってるんですけども、こんな感じでやっております。で、これはですね、まずその本の中身をうまく解説していただいたゲストの方、これ前々回ね、石井麻子さんという方がこの動画に出ていただいて解説していただいたんですけども、この動画をまず見ていただいて、でその本の中身を見た方のと一緒にですね、その本を解説しながら何ページ見てください、あなたにはこの何ページのここの部分を強調してやった方がいいですねっていうようなことで、いろいろとですね、コンサルをしているわけです。まあ人によっては自分の第一印象を客観視して自信を持ちたいとか、まあご縁とか仕事を飛躍させたいとかね、まあ集客力、稼ぐ力を身につけたい、年代に合った魅力的なメイクができるようになりたいとかね、まあ、特にそのテレワークとか、オンラインで配信をこうやってしている人は、まあ、どういうふうな見栄えをしたらいいかっていうのをこうお互いにですね見ながらアドバイスをするとか、こういうことをいろいろやっております。で、まあ、まず、一番大事なのはやっぱり最初にあなたの脳タイプを知るということです。まあ、意外と分かってるようで、きちっとですねいろんな質問形式のものが、本の中にはありますんで、それで大体自分の傾向値をまず見て、それからあなたの脳タイプの特徴、癖、気質をしっかりと理解する。これがまず意外と自分のことは分からないのほとんどです。まあ僕も含めですけどもね。意外とそういう人が非常に多いので、まずそれを見ていくと。で、その自分のことがよく分かったら初めて人のことを見ていく。そういうことです。要は自分の脳タイプが分かると、今度人の脳タイプを見ていく、分析する。しっかりと相手の脳タイプと自分の脳タイプが違う場合は言葉を変える、まあ周波数を変えるようなもんですね。ラジオの周波数を合わすと音が聞こえてきますが、この周波数が合ってないときはどんな会話をしてもですね響かないんですね。自分が一生懸命喋ってるのに相手が全く理解してくれないということが多分、経験あると思います。それをそういうときはその脳タイプに合わせたですね周波数のコミュニケーションが必要になります。まあ、こういったことを僕はメイクを通じて、メイクだけでない心理学、行動学、コミュニケーション学、いろんなものを、ひっくるめたものを本にしてますんで、
まあ、今まで僕もね、何十年もこう仕事して、やっぱり人を育てる仕事もしてましたんで、まあ、こういった部分で、ノータイプに応じた人間対応力を身につけましょうということで、この本を集大成して出させてもらってます。なのでこれは一つのですね、虎の巻というふうにね言っていただく方もいらっしゃるように、この本の中身にあるこういうところの対応をするページなんかは本当に見ただけではわからないんで、僕が長年ずっとサロンのお客様のタイプをずっと見ながらですね、そのタイプに応じたやっぱ接客をしたりとかアフターフォローをしたりっていうふうにしてますんで、まあ、そういったことを経験値に基づいて、皆さんにコンサルを、させていただいていると、まあ、こんな状況でございます。まあ、ようやくですね、本も出たので、徐々にですね、そういう部分で皆さんにアフターフォローしていくということで、まずメイクを通じてあなたの思考力を、メンタルを強く鍛えましょうと、自分のことも相手のこともよく読み取れるスキルをぜひ身につけてくださいということで、今はですね、この本を持っている方限定です。なぜかというと、本を何ページ見てくださいみたいな感じで、すごくアドバイスがしやすいわけです。リアルに講座を、してるときはホワイトボードに書いたりしてましたけども、やっぱり短時間でこういうふうにして、理解をしてもらいやすくなりましたということで、この個人のコンサル約2時間をまず15,000、今のこの価格です。税込み15,000です。こういう、オンラインでやったことがないという方もちょっと不安に思うか分かりませんので、まあ、お試しが必要な方は30分、興味のある方は、見ておいてください。ということで、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら、バイバイ。